はい、とことん貧乏シリーズ。まだやってんの？はい、さっきの何、鉄板焼きの続き、もうそのままちょっと腹ね、あれになったんで、ちょっとそのまま続きでやらせてもらいます。うっす。今回はね、前回グーなし、それも賞味期限切れのね、業務スーパーのカレー、買うてから2年ぐらい経ってると思われる業務スーパーのカレーのグーなしのね、作らせてもうてね、うまかった、めちゃうまかった。でね、今回これね、続けというか、まだ前回のグーなしカレーの動画はまだ発信してないんですよ。発信してなくて、これまた作ってますんでね。だから、その、グーなしカレー作って、ま、いろいろご意見あったと思うんですけど、それまだ私見れてない状、見れてないか、動画をまだ出してない状況で、これ続けて言うか、作っとるんでね。また、おっさんまたわけわからんことやってんなとか、そう思わんといてくださいね。わけわからんちゅうか、皆さんの感想聞く前に作っとるんでね。っていうことで、今回はね、グーなしから、めちゃグー割りですね。これ、じゃがいもでしょ？これ言うとった淡路さんでしょ？でもニンニクもいきますわ。ほんで、言うとったね、ほんで、前と違うの、これ5皿分なんですよ。前はね、なんか10皿分やってね。10皿分でもなんか、賞味5皿分しかないやん、みたいな感じやったんですけど。今回どうなることや。5皿分で、これ具多すぎんちゃうかな、思ってね。思ったりもするんですけど。さっき言うとったね、これを使うカレーのね、どうのこうの、めっちゃ丁寧に教えてくれたんですけど、最後まで見たらね、こんな使ってませんね。こんな使ってませんね。これだけ使ってありますね。ほんで、なんか、なんとかこうとかね。薄力粉いたかなとかね。塩とか砂糖とかいっぱい入れてましたわ。それはさすがに無理っしょ。っていうことで。これの切り方も教えてくれはったんやけど。こう。ここを両方切る。ほんま包丁。ほんまなんか指切りづらいわ。怖いわ。これをね、半分に切れと。半分に切ったら皮が剥きやすいと。って言うてあった。なるほど。ほんまや。なるほど。ほんまや。で、これをね、半分はみじん切りで、半分はなんとか切って、涙出そう。うわ、初めて体験するかも。涙が出そう。女の子だもん。けどそんなみじん切りとかできへんので、っていうかこれ油引かんとあかん。油もね、なんかやたら多かったですよね。あんだけ油入れんねん、これ油入れとったけど。でね、これもね、マジで涙出る。分かれへんな、切り方。もう、溶けるぐらい多分煮込みたいから。もう、めっちゃ涙出る。こんなんどうしよう。さっき切ろうか。おいー、さっき切ってまおうか。こういう感じで、さっき切ってまおう。ここで用意しといて、で、炒めるときに一気に炒めよう。ね、そうしよう。とりあえず、こんなん適当切りや。適当切って、涙が出る。女の子だもん。だって、涙が出ちゃう。女の子だもん。あかん。マジで涙で。目痛。めちゃくちゃ目痛い。こんなんね、せっかく淡路さんの、あ、危ない。今手切ってた。こんなんもったいないよね。こんなん。カレーに使うん。いった。目痛。っていうか、具多すぎやし。
で、次がこれ。じゃがじゃが。じゃがじゃが。で、これはピーラーでしょ、どうせ。どうせピーラーでしょ、これはね。ピーラーで。けど、これぐらい具入っとるよね。知らんけど。このね、じゃがいももね、めっちゃ安かったんですよ。だから買ったんですよ。売り出しでね、多分、めっちゃ人高っとったからね、相当安かったと思いますわ。そない考えていつも言うけど、大変やん、作る人は。っていうか逆にカレー屋さんも大変やね、見とったら。あんだけ手もかけてはんねんね。ほれほれ、でしょ。で、これをこんなの適当に切ってでしょ。包丁の切れが悪いんかね。これ芋あんまり細かく切ったらあかんよね。あの芋の形がもうこれこそ芋は溶けたら溶け取ったら悲しいですやん。ああマジ目痛い。ピーラーでしょ。完成するかな。人生初グー入りカレーやから。この前が人生初グーなし、あ、そうそう、肉がないね。肉なしカレーや。わびしい。わびしすぎる。肉なし、わびしすぎる。そのね、カレーの教えてはる人ね、豚肉入れてはったよ。牛肉じゃないの、カレーって。知らんけど。あ、マジ目痛い。このじゃがいものなんか、こういうとこ毒とか言いません？目のとこっちゅうんかな。確かなんかそんな言うてはったような。あの、そのカレーの先生が言うてはってまして、昔誰かが言うてたような。これ芯があるんじゃん。信じられない。芯でもあなたと。もう一個あるし。大変じゃこれ。大変じゃ。はい、野菜切りました。ね、ニンニクはね、一かけらだけ置いときました。貧乏性で。もしなんか、肉食えるときあるかな、思ってね。これ、こんな。俺、切りました。で、火をつけるでしょ。厚手の鍋で具材を油で、具材を油で炒めて。またガスなし？ガス早いな。いかに作ってるかやないか。ガスなしですわ。ガスあったし。んで、自分では多めの油入れてるつもりやけど、こんなもんでいいかな。ほんで、じっくり炒めるでしょ？中火。中火。中火でじっくり炒め。うわ、もったいな。ニンニクも捨てるし。超もったいない。こんな餃子炒めれる？こんな餃子炒めれますか？ゆっくり炒めて、こんなん炒められへんで、こんなん。これ炒められへんし、普通に。これ、
面積が狭すぎて野菜が多すぎて炒められへん。やばい。じっくりとは炒められへんけど、炒めた手にして5分から10分炒めますやで。でから水を加えるやで。それから沸騰したらアクを取り、鍋の蓋を少し開けて煮込みます。沸騰を約20分間。これもよう煮るなよう煮るな。この面積ちゃうわ、このなんつうの、鍋のこの底の広いのでセンターがね。これも勉強やわ、おっさん勉強やわ。分かれへん、こんなんこんなん炒められへん。っていうか、じゃがいもが余分か。じゃがいもは余分や。この炒められへん、普通に。やばい。やばい。ココイチでカレーが食いたい。食いたないっちゅう。私自慢やないけど、ココイチ何回ぐらい食べたかな。2、3回はもうちょい食べてるかな。ココイチのカレーはもう美味しいと思うんですね。チャンネル登録してね。